株式会社ヨド川成功所は、大阪府大阪市中央区南本町に本社を置く、日本の鉄鋼メーカーである。1935年創業並びに設立。ヨド川成功や、ヨド港とも称する。当初第一部に上場。1935年に創業した鉄鋼メーカーで、ある。社名の由来は、ヨド川沿いの工場で創業したことによる。創業当初、 余裕はメッキ鋼板のメーカーとして発足し、現在は鋼板建材、エクステリア、ロール、グレーチングを製造する。家庭用、業務用の物置やカラー鋼板の製造を主観としている。台湾にも製造拠点を置く。カラー鋼板については業界一位であり、淀ど物置等に使われている。また、関西国際空港。 京セラドーム、大阪や埼玉スーパーアリーナなどの屋根工事も手掛けている。なお、2004年には家庭用の台所商材についての生産を中止した。大臨会と不要懇談会の会員企業である。など、企業のキャッチフレーズは、スチール、アンドアイデア。であり、2000年より広告キャラクターに、赤塚不二夫原作の漫画、アニメ、天才、 バカボンを起用している。2004年8月から2006年8月の間に、よどもの起きに子供や高齢者が閉じ込められる事故が7件発生したことが2007年2月に発表された。いずれの事故も人の死傷には至らなかった。事故の起こった製品は2002年7月から2005年5月までに販売したもので扉を閉めると、 自動的にロックがかかる仮ロック機能を備えていたが、内側からロックを解除する方法がわかりにくいことが原因であった。これを受け、対象製品について無料での仮ロック機能排除を実施している。ありがとうございます。